ガオちゃんの西成チャンネル。どうも、西成くすみます芸人、ライオンうどんガオちゃんです。ギャオ。今日はワンコインの激安、激うまランチということでですね、もう激安、激うまといったらもう大阪西成でございます。八福神さん、居酒屋なんですけども、11時から15時の間、何度でも注文していただけるモーニングランチメニューです。こちら、かなり熱いメニューとなっております。西成の最強激安、激うまグルメ、いきたいと思います。西成チャンネル。さあ、ということで、地福神さんの、はい、店の中に入らせてもらいました。ちょっと今日はですね、お友達が、どうも、痩せたい気持ちは人の2倍、食べたい気持ちは豚の5倍、タレンチ小畑です。お願いします。チャンス出ましたね。どうも。結果太っちゃうみたいな。結果太っちゃいますね。そういうことでございます。パワー系のもうね、ジャガーのタレンチ小畑くん、もうバイト先もほとんど一緒で、一緒でほぼ同じ人生を送ってる後輩体のデカさだけ違いますけど、はい、ちょっと今日は、はい、モーニングランチですね。なるほど。こちらなんですけど、まだまだこの時代に500円、ワンコインで、うわ安っ、はい、この物価高の中に、そうです、抗ってる、はい、鮭のような、鮭のような店ですよ。鮭ランチ、鮭のランチになりますごめんなさい、はい、言ってますけども、はい、500円のランチ、はいはいはい、この日もね、生ビール100円で受けれますから安っ。普通490円とかしますよね。そうですよ。ここは西成、はい、オリジナルって、ね、素晴らしい、さすが、はい、やっぱりちょっと僕は豚ホルモンやっぱ気になりますね。豚ホルモンワンコイン。で、僕はドランクはみ出るんですけど、はい、肉豆腐出してます。肉豆腐、こちらの豚ホルモン と、はい、と肉豆腐、お願いします。ドリンクはどうしましょう。ドリンクついてる。うわ、これにドリンクついてる。ビールだと100円なんですよね。そうなんですよ。で、中華ってプラス50円で、安いです。とんでもないです。ほんまにとんでもないんです。僕はパワーつけたいんで、リアルゴールドで。リアルゴールド、はい、じゃあ僕はパワーつけたいんで、リアルゴールドで。はい、いやこれとんでもないでしょ。これすごいっすね、はい、単品でミックスホルモンを食べてほしいですね、はい、単品でミックスホルモン。味のあるお店ですね。僕は西成を味わいたいなら、もうここに来たらもう味わえる感じが。海外の方も来られたりとか、その辺ホテル、あ、なるほどね。海外の方が日本を触れるときに、ここに触れて日本だと。そうなんです。思うこと。ドリンクもね、やっぱりね、日本のメニューと英語とか韓国とかいろんな国のメニューがね。キンキンです。居酒屋の居酒屋とかこの辺が。南極直送それ。南極直送。南極直送のリアルゴール。南極一回舐めてきました。すごい光景だけど、これすごい。あっしょー。乾杯。南極の肉。負けるの嫌いだ。しみます。なんか、濃いね。濃い。西成のリアルゴールは。ちゃんとあります。ちょっとデータにしても濃いと思う。数値で表しても。うん、うまいね。冷え冷えよ、ほんまに最高です。嬉しい。ドリンクついてるのがでかい。これ嬉しいです。3パチぐらいするからね、結局ね。これ労働者とかも多いから。なるほどね。肉体が疲れガッチン。これで午前中働いて、もうワンコインでもバッチン。でもこの辺来たら1000円ぐらいでも満足して帰れるんじゃないですか。八福神さんのご主人の森田さんです。この辺の番人です。西成の虫ですよね。ちなみにこれ始めたまあ、ぶっちゃけで言うたら商用的な話で言うたら、やっぱりお客さんの弱い時間が、居酒屋やからやっぱ昼ってやっぱ弱いから。なるほど。でそこでまあお手頃なお試しで遊んでもらって、またお昼もよかっていうのも入り口として。だからほぼほぼ利益度会社で最初オール500円でやってます。500円でビールついてましたもんね。そう、ビールついて500円ビール込みの500円。そう、油まで上がると思ってへんから。そうですね。これでもまだワンコインのメニュー残ってるし、そこはやっぱり残しとかんとね、はい、西成の人みんな助かるメニューでございます。助かるでしょ、これは。夏はね、特に銭湯行って、でその後寄ってもらって飲んで、ちょっと食べて、でまた夕方その辺に出るっていう、はい、さあ皆さん待ってます。お願いします。ありがとうございます。じゃあこれ、うわ、これもちょっと単品のミックスホルモンで、これ僕のやつは別のね、はい、ご飯も盛りの、これが僕の豚ホルモンの方ですね。うまそう。今ね、小畑さんの豚ホルモン、はい、お味噌汁もこれがね、うん、小畑さんの先頭ですね。ありがとうございます。
と、リコッキャチェのドリンクついて、ドリンクもついて500円です。ありがとうございます。肉豆腐えぐい、これすごい量ですよ。肉豆腐、これが僕の、肉豆腐セット。これいくらでした？これは600円です。安っ。いただきます。いただきます。豆腐も肉もか、これマジで重いんですよ。土鍋の。いただきます。うわ、かっこんだ、かっこんだ。うまい、えまい、おまい、うまい、ぬまい、ぬまい、ねまい、ねまい、ねまでいきました。ねまいまでいただきました。相場うですよ。いや、これは、ねまい定食ですよ。はい。もう豚ホルモンいただいていいですか、じゃあ。素晴らしい照りですよ、これ。いただきます。すいません。いや、これはすごいわ。この豚ホルモン。とびっきりの具。角度で、直角さで変わってきます。今肩越してたんで、これね、グーの位置がどこまでとか、うん、うまとびっきりのグー深い。この深さのとびっきりのグー出たのが、あのワールドカップ決めた岡野のゴール以来ですよ。岡野以来の勝利。いや、美味しいわこれ。味噌汁がね、またね、一番うまいね。一番染みる塩分すごいやん。これめちゃくちゃうまいですよ、味噌汁。その塩分が一番染みる。誰が飲んでも懐かしめる味。安心する、ほんま、この具が。これはたまに。これちょっと いかなあかんわ。うまいわ。豆腐もめちゃめちゃうまい。絹豆腐でね。うまっ。肉もうまい。スカチャリアルコールド。流し込んで。うまっ。これもうまい。これもうまい。うまいね。うまい。何うまいか。米進むこと、桃鉄の新幹線カード使ってることし、めっちゃ早いっすよ。米進むこと、この後、彼女とデートある時の筋トレのごとし。進むなぁ。進むか。いや、進むっすね、だいぶ。うまい。こういうのって何なんですか？こういうのって、肉豆腐の中に。この中に入れれるんですか？そうです。はい、最高や。はい、どうぞ。うどんとなって帰ってまいりました。実家の息子が大学行きたいねんって言ってどっか行って、はい、帰ってきて、これになって帰ってきたら嬉しいね。これが、追いうどんによる肉うどんです。最高や、はい、だから肉豆腐が肉うどんに、はい、700円で肉豆腐、肉うどん楽しめる、うん、この短時間すごい旬出るやん。旬もね、やっぱうまそう、マジで、うん、お母さん嬉しい。息子をこんなんぐらい帰ってくるくらいで、あ、うどんがってことですか。肉豆腐という息子が肉うどんに帰ってきて、お母さん嬉しい。肉もね、マジでうまい。美味しそうっす、マジで。味の詳細みたいなの教えてください。どんな味なのか。ほんまに肉豆腐のガツンって結構濃いめの肉うどんガツン来てくれるんや。このあ濃い味の醤油っけというの、はいはい、それがまた絶妙に合うんや。これご飯残しとかご飯といったらたまらんで。なるほどね。いや、美味しそう。ね、肉は多分手にめっちゃうまい。味付けがまたまらん。うわ、汁がいってる。すするすする、うまい。だし、はい、だしもうやめよう、やめよう思って。これやめときないでしょ。やめときない感じやった。もう終わりないですよ、これ。完食ですわ。ごちそうさまです。ベロリとしゃぶり揚げです。西成チャンネル。まあ、ベターな例えで言うけど、はい、プロレスラー、お相撲さん、はい、肉体労働の人が7人ぐらい集まって、はい、6時間ぐらい働いた後の飯ぐらいの感じあるわ、うん、もう最高でございました。美味しかったっすね。これほんまに西成の激安、ほんまにワンコインランチ。だってこれ2人でって1000円ちょいぐらいで受けてるんだ。はい、ということで、いかつい西成の、激安激うまワンコイン、モーニングランチでございました。皆様ぜひ来てください。ぜひぜひ。ギャオ西成、西成、西成チャンネル。